ペンタケラトップスは中世大白亜紀後期の北アメリカに生息した角竜類に分類される恐竜である。学名は古代ギリシャ語で五本角の顔を意味する。その由来は二本のよく発達した上眼科角と短い一本の微角、そして比較的長い二本の頬骨突起である。ペンタケラトップスは約7、600万から7、300万年前の間に生き、 発見されている標本の大部分はカートランド類相産質である。同時期、同地域にはパラサウロロフスキルトクリスタトゥス、ソータテ類のノドサウルス等に加え、肉食ではティラノサウルスかのダスプレトサウルスなどの恐竜が共存していた。全長は約8メートル、体重は約5500キログラムと推定される。頭部には特徴的な5本の角を備え、 骨質のフリルも大型であった。このフリルを含めた頭骨長は3メートルに達する。フリル周囲は波打ち、三角形の突起が多数存在した。最初の発見はニューメキシコ州のサンフアン層でのチャールズ・ヘイゼリアス、スタンバーグによるもので、ヘンリー・フェアフィールド・オズボーンによって1923年に記載された。オズボーンは発見者にちなんで、 種照明をステルンベルにスターンバージーとした。ペンタケラトップスのフリルはトリケラトップスのそれよりも巨大で、二つの大きな穴が開いている。1930年にカール・ワイマンが二つ目の種、ピー・フェネストラトゥスを記載したが、これは後の研究でも色種と同一の種であることが分かり、無公名となった。また、2006年にコロラド州で発見された標本も、 ペンタケラトプス族に分類されると考えられている。2011年2月1941年にニューメキシコ州で発見され、その後1995年にペンタケラトプスの非常に大きな個体の頭骨と判定された骨格標本が再調査の結果、20カ所の相違点が発見され、トリケラトプスにも匹敵する体重約7トン弱の新種の大型恐竜である。 可能性がアメリカのイエール大学所属の古生物学者、ニコラス・ロングリッチによって指摘された。この角竜はトリケラトプスの祖先にあたる新種だとして、北のケラトプスと命名されたが、クリーブランド自然史博物館学芸員のマイケル・ライアンらは、この化石は角竜類の重要な分析の根拠となる、縁後頭骨が欠けており、ペンタケラトプスと異種である根拠に乏しいとして、 現在のところ専門家間でも意見は分かれている。ペンタケラトプスは、角の流類の中でアンキケラトプスや少し前の時代にいたカスモサウルスに非常に類縁が近いと考えられている。さらに、ペンタケラトプスはこれより数百万年後の白亜紀末期に生息していたトロサウルスの先祖である可能性もある。ありがとうございます。